おはようございます。マダニです。さあ今朝の6時ですね。で今から朝食、朝ごはん作って食べて、片付けて帰ろうと思います。いや昨日はビールを、缶ビールを6本とウイスキー、あとちょっと残ってるわ、これ飲んだんで、もう片付けせずに寝ちゃったんで、もう絶望ですね。シラフだったらちょっと片付けて寝るんですけど、やっぱ酔っ払うとね、もう何もしないですよね、やっぱり。もう絶望です。なので、まあ、ご飯作って、食べて帰ると思います。で、今日は、フレンチトーストを作ろうかなと思ってるんですけど、なんか簡単にフレンチトーストできないかなと思って調べたら、なんかプッチンプリンと、牛乳で、簡単にできるっていうのが分かったんで、ちょっとそれを作ってみようかなと思っております。はい、このプッチンプリンと牛乳で、フレンチトーストのタレ、あれタレっつうのを作っていこうと思います。で、プッチンプリンをぐちゃぐちゃにして、牛乳と混ぜるだけみたいなんで、まずはシェイク。こんなもんかな。牛乳とプリンよく混ぜます。さあこれを、まあ、15分20分ぐらい漬け込むんで、先にコーヒーの準備したいと思います。Thank you.
さあ昼食出来上がりました。まあ、まずはコーヒー。やっぱ入れたて美味しい。と、はい。プリンと牛乳で作ったフレンチトースト。いやこれいい香りする。じゃあいただきます。うん、うわうまい。これうわちゃんとフレンチトースト、うん、うわめっちゃうまいな。うわ超うまい。うわこれ簡単だからめちゃくちゃおすすめ。ほんとプッチンプリンと牛乳だけなんで、まあ、ご家庭でもできますし、まあ、キャンプ場でも簡単に作れるんで、これおすすめっすね。うまっ。うん。じゃあちょっとのんびり朝ごはん食べて、片付けて帰ろうと思います。さあいかがでしたでしょうか。今回のキャンプ動画、今片付けも終わったんで今から帰ろうと思います。最後はこのナンバーでお別れしましょう。クズでムーンライト。空に今夜も星が出て僕の夢を叶えてくれる。ムーンライト、ムーンライト、今夜もいい夢見ろよ。バイバイ。